女優ハンジヘが産後調理員を台所した後の近況を伝えた。17日、ハンジヘはインスタグラムのストーリー機能を通じて、複数の写真を投稿。ついにパンガプと家に来ました。幸せにかごそう。初めてかに来たパンガプと溢れる愛情を表した。ハンジヘは2010年、6歳年上のケンジと結婚。先月23日、11年目で初めて娘を出産した。公開した写真には、マスクを着用したまま、子供を慎重に抱えるハンジヘの夫の姿が収められている。優しい眼差しで見つめる夫とぐっすり眠っている赤ちゃんが見る人を笑顔にする。これを見たネットユーザーはいよいよ育児戦争の始まりですか。本当に大変だと思いますが、子供を見た瞬間、それより大きな幸せはありません。応援します。とても美しい家族ですね &12316。心よりお祝い申し上げますなどの反応を見せている。エバーグロ、西山ハインド写真、顔文字、不安、西山のポーズ何でしょう。ポーズコレクション。ヨジャアイドル、RTK ポップ SBS、217180キタケカ。しばらくして、午後3時50分。人気歌謡で会いましょう赤いハートは。ジョンソイル前ソヨンウィンディービーンビームピムピム GIDLE。